皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちのことでね、今日はね、何をするのかというと、はい、今週最後のプラキチはこの HG ガンダムバルバドスループスレックスですね。これ見た時にね、すっげー攻めてるんだと思った。すんげー攻めてる。シャーニングとかゴッドよりも攻めてる。だってなんだろう、人間体系崩したからね。アルケーガンダムが結構冒険してたんだけど、俺の中だと。それをね、メインの主役機、主人公機でやるかっていう。人体のバランス崩すか。すげえなと思った。これすごいよ。これプラモだからあれだけど、アニメの設定が見ると、より人体のバランス崩してるんで、ね、すごいと思う。すげえ決断、英断だと思うよ、これ。かっこいい。かっこいいね。マジかっこいい。バルバドスの中だと一番このね、ルプスレックスが一番好き。最初のね、バルバドスが一番好きじゃないんだよね。一番好きなのはこれで、二番目に中間のやつあるじゃん。ガンダムバルバドス、なんだっけ、名前知ってたあれ。ガンダムバルバドス、ルプスか。あれが二番目に好き。一番最初のが一番俺好きじゃないんだよね。にしてもね、ガンダムエイジと、鉄血のオールフェンズと、あと、ダブルオーの2機は、ほんと視聴率が悪かったらしいですね。ただね、ダブルオーの2機とかはね、放送時間が日曜の夕方じゃん。日曜の夕方に家にいるわけねえじゃん。普通に考えたらね。だからもう、ビデオ、ビデオの録画とかと合わせて評価しなきゃいけないね。土日の、夕方に家にいるやつってやばいだろ、そもそも。はい、そんな感じね。視聴率悪かったんだけど、プラモの売り上げはかなり良かったらしいよ。オルフェンズの時にね、ガンプラの売り上げがね、過去最高だったって当時。2017年当時、ガンプラの売り上げが過去最高だったらしいです。はい。オルフェンズはね、きっと安いんだよね。どれもこれも安いの。安くてクオリティ高いんだよ。なんでこんな安いんだろうと思ったけど、フレームを結構使い回してるからかもしんない。グレイズもね、結構使い回されてんだよ。普通のグレイズだろ、リッターだろ、あとこれ、グレイズ回2。これ、流星号だっけ。グレイズばっか買ってっけど、グレイズ好きなんですよ。色とかちょっとした武装変更で、かなり印象変わる。俺好きなんだよね、グレーズ。かなり好き。グレーズだけ、クオリティが高い。出来がいい。100分の1も一応、グレーズは出来がいい。ていうかね、グレーズの味しちゃってるけど。で、これ、ハシマルってモビルアーマーいたじゃん、ハシマル。ハシマルのね、このテールブレードをつけてるんで、これかっこいいよね。なんかエイリアン2に出てきたクイーンエイリアンみたいに、尻尾で、もうガンガン戦うんだけどね。全部が活かしてるよね。でも意外とこれね、あれなんだよね、バルバトスってその青の部分少ないよね。ほとんど白一色だよね、こいつ実は。開けてみて思った。青のパーツ超好きね、実は。ほら。ほとんど真っ白なんだよ。青の部分もここだけだよね。意外でしょ。ガンダムってね、白、黄色、青のイメージなんだよ、あと赤。青がないんだよ、ほとんど、バルバトスって。ほとんど、鶏みたいな。ほとんど白一色なんだよね。見ろ、これ。プラモよりさ、わかるじゃん。プラモだとちょっとアレンジ。プラモっぽく、アレンジしちゃってるんだけど、アニメの作画だとわかるけど、ほんと人体のバランス崩してる。アルケーガンダムみたいに。これ主役機だぜ。すごくない？すげえ冒険だよね。この冒険が、良かったんじゃない？2017年は本当は当時だよ。今は違うけど、当時、ガンプラの売り上げ過去最高だったそうです。本当に。当然、ね、オルフェンズのところでしょ？キットは、やっぱ144が、安かった。安くて出来が良かった。よく動くし、よく遊べるし。ガンプラの値段がね、高くなっていく傾向にあった中、オルフェンズのキットはね、本当安いんだよね。だって、グレーズなら1000円だぜ、これ。1000円ポッキリだよ、これで。で、
上用、宇宙用、指揮官用、全部再現できるの。全部再現できて1000円ポッキリだぜ。やばくない？なんでこんな安くできるのっていう。うん、あれ？ポリキャップあんだ。まだ。この時代は。レスかと思ったら、ポリキャップレスじゃないんだ、これ。すげえ、これ手の彫刻とかさ、すげえリアルよ、これ。いいね。マジで今日で、今週最後のティラチ。土曜日は爆裂動画、うん、爆裂の活動報告動画なんで、うん、で、日曜日は出せません。日曜日はもう出さないんで動画はもう俺。休みます。体調崩しました。はい。出さなかったでしょ、先週俺動画、日曜日。本当に日曜日出さないから、もう俺。うん。プラモ動画は月水木金。5日間、月水木金。で、土曜日に、爆裂の動画。で、日曜日は完全にオフって感じでね。うん。そういうわけで、日曜日はね、皆さん、過去動画でも掘ってくださいよ。ね。うん。プラチナ動画700本あっかんね、もう700本以上か。700本だぜ。絶対全部見てねえだろ、プラチナ。700本あるんで見てくださいよ、700本ね。うん。もう永遠にヘビーローテーションしてください。うん。でもさ、ガンプラってさ、シェア機器ばっか、再販してるけど、オルフェンズのキットって、な、特に再販されてないよね。オルフェンズってなんか最近再販されないよね。ガンダムベース東京。いうことで、シードとかね、ダブルオーのね、キットはね、結構置いてあります。はい。でもね、オルフェンズは見かけねえな、あんま。うん。でも、オルフェンズもなんかね、シード、ダブルオーに続き、オルフェンズもなんか、そのうち、ガンダムベースキム東京じゃないと買えなくなっちゃうんですね。そういえば、知ってる？皆さん。HG でさ、ザブングル出んじゃん、ザブングル。ザブングル出んだけどさ、キューキットのすんのさ、詰め合わさんじゃん、キューキットのセット、詰め合わせセット。あれ、プレバーになっちゃったよ、とうとうね。うん、嫌なお話したんだよね。L ガイブの時にそもそもあんま売れてなかったし、うん。あと、なんだ、ドラムの時もね、売れてなかったんだよ、詰め合わせセット。で、バイファム、もうバイファムがとどめたけど、バイファムがね、もう全然売れてなくて、未だにどっちも売れ残ってんじゃん。だからバンダイさんがもうプレバンディア出ちゃったんだよ、もう。受注で。うん、キューキットの詰め合わせは売れねえやって思っちゃったんだよね。すげえパーツすげえ細けえな。緻密だな。うん。そう、だから、皆さんが、キューキットのね、セットアンバー詰め合わせセット、買わねえから、バンダイさんがもう、もうどうせ売れねえからプレバンでってなっちゃったの、詰めるという、事前事業じゃねえかな、とか。売れないものは作れないから。うん。いやー、でも、今後、キューキットは全部プレバンか？詰め合わせは。うん。まあね、LGM もね、AQ ヘビーメタルセットもう一般で売んねえのかな？うん。まあ、いいじゃないですか。ドラーゲナー、バイファムまで一般販売してくれてさ。うん。今後のキューキット詰め合わせセットは全部プレバンになるんでね。はい。めっちゃショックだったわ。うん。欲しいのがね、2個ぐらい混じってたからね、今回のザブングルのキューキット詰め合わせセットの中にさ、欲しいのが2体ぐらいあったから、うん。一般販売かなと思ったら、まさかのプレバンでね。みんな悪いんだぞ、買わないから。みんな悪いんだよ、バイエフォンがね、詰め合わせセット1号にもね、めっちゃ売れ残ってたからね、嫌な予感したんだよな。そうそう、一般販売やめちゃうんじゃないかなと思ってたけど、ほんとやめちゃったね。しょうがない、すべなんだよ。自然的にやめちゃうんだから、ね、そんな感じでね。プラチナでした。バイバイ。